マルサンホビー動画チャンネル、双葉のカー用の、12分の1用の BLS-CM600 サーボのご紹介で、2024年3月下旬発売予定の、価格が税込みの 18,150円のサーボのご紹介です。まず、サーボのご紹介で BLS-CM600 の、サーボは12分の1の電動カー用のサーボになります。ということは小型のサーボになるんですね。まず対象 の、 あの車の使うタイプはまず12分の1の電動ラジコンカーがまずメインです。サイズが小さいもんですからそのサイズしかもう乗っからないものがあります。でただし12分の1の電動カーっていうのはサイズが小さいだけではなくて電動カーのコーナリングスピードはやはり一番なんですね。で性能が高くないとやっぱりレーシングカーですから速く走れないっていうのがまずあります。であとで10分の1の F1 にも、軽量化第一の方なんかはこちらの小型サーボがぴったりになっていて最近の F1 なんかは小型サーボも搭載できることを可能に、しています。 ですから速く走る小型のサーボっていうともうこれが、これから決定版になります。で12分の1のサーボは以前双葉からも出てましたけれどもそれぞれが全部生産中止になってますんで、それからしばらく経ってからこれが発売予定がやっと発売になり予定が出ました。3月下旬以降なんですけれども12分の1の各社はもうこれが決定版になりますのでただ小さいだけではなく性能も第一級品で、6V と 7.4V で使う場合は違いますけれども通常の 6V で使う場合はスピードが 0.11 秒で力が 6V の場合は 5.4 キロです。この小さい小型のサーボで 0.11 秒と 5.4 キロっていうのはハイスペックになります。で、7.4V の場合はさらにアップしてですね 0.09 秒で力が 6.7 キロですね。これはちょっと今までのサーボの性能をはるかに超えた性能になります。発売が非常に待たれますけれども寸法は 27.2×13.0×30.5mm ですね。通常の12分の1の車にはもうジャストサイズになりますんで12分の1電動カー用のブラシレスのサーボの決定版になります。小型軽量俊敏のサーボの塊になります。で先ほど言ったスピードの例えば 6V の 0.11 秒っていうのはどういうことかっていうと通常の10分の1の電動カーのサーボが右切って戻り切るのに 0.2 秒かかります。ということは半分くらいのスピードっていうことですね。12分の1だともうスピードが普通の電動カーよりはるかに速いコーナーリングなもんですからちょっとした指先の違いで操作性が変わります。ただ速いだけじゃなくて接度感があって操縦しやすいっていう風に最近のサーボはさらに一歩進んだような動きになってますんでまさに決定版の、小型の12分の1のサーボになると思います。このサイズは車種性他のメーカーでもいろいろ出てるんですけれども今の例えば双葉とか他のメーカーなんかだとですね送信機と受信機の組み合わせで特に双葉なんかは SR モードとかフィーリングモードとか使う場合がありますのでトータル的に双葉でないとセットはまずいっていう性能が発揮できないっていうことがありますのでもう作りかけの12分の1で、今ストップしてる人がいるくらい商品が品切れが続いてました。やっと噂には出てたんですけれども発表になりまして、非常に喜んでるお客様が多いと思います。ということは最初のロットを逃がすと次がすごくかかるということなもんですからこちらの方は早めにお求めください。で12分の1のサーボはですねどうしてもこういうのは家電製品と同じなもんですから後から作った方が同じカタログの数字でもやっぱり手で動かしてみると分かりますけど滑らかさが違うんですね。
それはもうやっぱメーカーさんの方で研究開発して走行テストもして味付け、もう微妙なフィーリングになるんですけれども、それはレーススピードで出せる、人に走行テストもして、それを踏まえた上で形になった12分の1の決定版が BLS-CM600 のサーボになります。12分の1のサーボ、小型の F1 用のサーボとしてはもう決まったような感じになりますんで、UR とか SR モードが使えるタイプっていうと、なかなかこの、性能をしばらくは凌駕できるやつはないかと思われますので、待望の12分の1のレーサーの人はもう目が離せない注目の新製品 の、 発売予定がやっとなりましたので、ぜひこちらの方はご予約含めてお早めにご注文いただいた方のが正解だと思います。最近メーカーさんの方でも部材不足がやっぱりどこのメーカーでもどんなものでも特に電子パーツは多いもんですから、一度切れると非常に長いのが困難で入手が困難になりますので、特にこれから季節がだんだん変わってレースシーズンになってくると、合わせて品不足がいつも目に見えるようにもう分かりますんで、この性能のタイプは他はちょっとあまりないんで、ぜひ12分の1決定版のサーボは、3月下旬以降ですけれども、価格は、税込みで 18,150 円の商品になりますけど、価格以上の性能のものが形になったのがこちらの新製品になりますので、ぜひお早めにお求めください。まさに12分の1 F1 の決定版のサーボになると思います。もう双葉がもう満を持して作った決定版になりますので、強くお勧めしますけれども、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。